長田博ひ9月6日から2013年12月1日は、日本の海軍軍人及び海上自衛官。第24代自衛官隊司令官を経て、第16代海上幕僚長を務めた。海軍兵学校出身最後の海上幕僚長。1944年10月、海軍兵学校に第76期生として入校する。終戦により、 海軍兵学校が並行となり、第2学年扱いで終了となる。その後、第1水産講習所に入学。卒業後は、広漁業に入社し、トロール船に乗り組む。1953年8月、海軍ができると聞き、保安庁警備隊に応募し、三等警備医師で入隊する。職種は、法術・ターターシステム導入に備えて、第1回米流、帰国後は、 天津風宝来町。年願の艦長は、護衛艦、北、神の一回だけで、以後、海爆防衛畑を歩む。四次防、五十三中業を手掛け、海上幕僚幹部防衛部長として五十六、中業をまとめ、海上防衛力の整備に尽力した。その後、呉地方総艦、自衛艦隊司令官を経て、第十六代海上幕僚長に就任。 新、八十八艦隊などと、俗称される八艦八機体制の海の親であり、大艦に際して、海軍兵学校出身の最後の海幕長として、朝日新聞、この人欄に取り上げられた。大艦後は、感染総合情報誌、世界の感染に高い頻度で執筆、寄港したことでも知られた。なお、自衛艦隊司令官は、 横須賀地方総監と同等の政令指定職五号ポストであり、海幕庁への登竜門となっているが、自衛官隊司令官から海幕庁への昇格は、長田を最後に二十三年間、杉本雅彦が就任するまで途絶えることとなる。ABCD 海上自衛新聞、九百八十五年九月八日、第三面、海上幕僚長、長田博史に聞く、官報公害百二十号。 97年秋の、除訓受賞者君3等以上の一覧、読売新聞1997年11月3日、長官、元会場幕僚長、小田博士氏が死去。産経新聞、2018年2月15日時点のオリジナルより、アーカイブ、2018年2月7日閲覧、官報本市6206号、小田博士氏が死去、元会場幕僚長。 日本経済新聞2021年1月17日閲覧ありがとうございます。